ちはかっこいいギタリスト、竹下アーチをお送りします。今回はね、ドレミファソラシド12平均律に関して、12平均律、12平均律とは何ぞやと。12平均律というのはですね、簡単に言うと1オクターブ、これを定める定め方のようなものです。で、1オクターブはね、ここから始まってドレミファソラシド、これが1オクターブです。ラソファミレド、この間を、周波数でね12に等分にしましょうっていうとこから始まったんです。一つの音階が変わることに100セントずつピッチが変わります。これ細かいでしょ。細かいんですけど、誰かが決めないといけないんで、これね、数学者です。数学者が仕方ないから決めました。そうでもしないとね、当時の数学者って出番がなかったんですよ。音楽家の方が来る日も来る日もこのフレットの上でこれとこれで周波数がどうのこうのだろうって言ってて、それを見せたら数学者が、いやそれは一般人には分かりにくいからって言うんで、音楽家はじゃあそこに数式当てはめてみなよっていうところから始まったんですね。ピアノで音感訓練を行ってしまったことでね、精細な音感を得られることはなくなった。これはもう明らかなことであると言ってるんです。でね、これはギタリストである私が両方やってみてね、ピアノとギターと両方弾いてみて、これ両方弾けなきゃダメだなと思いました。なぜかというと、ギターだけやっているとピアノを弾く人の困ったところね、自分がピアノを弾くときに困ったこと、逆にピアノだけ弾いてるとわからない音に関するこの配列ね、これがねピアノだけ弾いてるとわかんないんですよ。だからピアノの人と話するときにちょっと自分が優しくなる。ギターでどこにも辻褄が合わないところ、そもそも12平均率で割っていくと辻褄が合わないんですよ。だからミとファの間に半音を持ってきますし、ドとシの間も半音しか差がないんです。おかしいでしょ。平均率だったら本当は1オクターブ全部、このフレット1個分ね、2個分ね、ドレミファのはずなのに、ミとファの間は半音しかないというのフレット1個分、そうごめんね、ミファソララシド、ほらまた半音。これギタリストみんな普通にやってるでしょ。でもこれってよく考えたら変なことでしょ。なんでここだけ半音なのって、これ2月みたいな感じなんですよ。2月って1ヶ月だけ、28日とかで終わっちゃうでしょ。みんなあれってなるんだけど、みんなね、2月って重要な月なんですよ。みんなが1月でやった間違いをね、2月でなくないことにしちゃいましょうみたいな。で3月で、どうするか処理はって言って、4月で新しい年になって、まあいっかみたいな。そのために2月って存在するんです。2月で、1年の割り切れないところをね、吸収しちゃうわけですよ。それが2月じゃなくて、例えば12月だったら1日あたりの日の重みが重い。みんなが疲れてるから、まあ、ミスってもしょうがないかみたいな気分なんですよ。これね、長年ね生きてらっしゃるおじいさんおばあさんもね、まあそうだな、確かに2月はミスっても OK みたいなノリあるなって分かってくれたと思うんですよ。多分、ね、若い子はそんなことないよ、2月って結構重要だって言うかもしれないですけど、社会に出てみると分かると思います。2月ってね、結構言い方変ですけど、みんながミスっちゃっても OK みたいなノリになるんですよ。なんでこれを音楽に置き換えると、ミとファの間、ドレミまではドレミドレミアツシとかね、ヒロミとかタエコとか、そういうね名前に置き換えても、ドレミミレドドレミミレドってあるんですよ。ただミファっていうのは
割と、ね、曖昧でもいいんですよ。これはみんなが曖昧だから、ドレミファーっていうのはミファーってちょっと上がってればいいんです。多少ピッチが狂っててもこれ OK にしちゃってるんです。なんで半音だけ違うんです。ドレミファドレミまで来たらファは上がっちゃうだけ。これをねドレミファって弾いちゃうと次が苦しくなるから、そうじゃなくてドレミファソラシドって弾くんです。これがね音楽家か音楽家じゃないか始まる。ドレミは絶対、これは超5度とね超3度に関わってることなんで、これはすごく重要なんです。だからこれは絶対丁寧に弾きましょう。ドレミってファはファソラシドってやればおおやるじゃんっていう。これをねドレミファってやる時点で、ね、あれソに行くのソってね強くなりすぎちゃうんですよ。とソラシドってただ上からものを言ってるようになるでしょ。そうじゃなくてドレミファファって曖昧でいいんですよ。ファっていうのはあのこういう風にね、ちょっとごめんね、こういう風にねぐるぐるぐるっとおたまじゃくし状って書いても、そもそもねファさんとチさんはね譜面上でもいる場所が不安定なんですよ。これっていうのはね五線譜に書き起こしてみると、あなるほどね君の居場所はここなんだっていうマップみたいなのが分かるわけです。そうすると何が分かるかっていうと、これ五線譜難しく考えちゃう人多いんですけど、これねただのね簡単な図面だと思ってください。簡単な図面なんで書いてみると、なるほどな音楽っていうのはこういう風に組み立てられてるんだなっていうのが分かるわけです。半音ごとでピッチを